埼玉県熊谷市市も奈良付近埼玉県熊谷市、柿沼付近群馬県道、埼玉県道341号、大田熊谷線は、群馬県大田市熊野町の国道407号と、群馬県道128号、佐野大田線との交差点から、埼玉県熊谷市本国2丁目の国道17号と、国道407号との交差点までを結ぶ、県道である。 起点を、群馬県大田市、終点を、埼玉県熊谷市とし、経由地に、大田市琴町と、熊谷市目沼間を流れると根川にかかる、刀水橋を通る、群馬県と埼玉県により認定を受けた県道の路線である。大田市東本町十字路から埼玉県熊谷市、刀水橋までの区間は、国道407号と重複している。もともとは道路線単独区間であったが、 1982年に国道407号が新規制定された。現在の片水橋から熊谷警察署前の国道407号単独区間においても、もともとは道路線のバイパスとして開通した後に国道407号に転換されたものである。なお、熊谷市、柿沼の国道17号、熊谷バイパスとの交点より終点までの間は、 並行する現在の国道407号が、熊谷警察署交差点から本国2丁目にかけて、国道17号との重複区間となっており、それの渋滞を回避、もしくは刀水橋森林公園方面間の往来を短絡するドライバー等の利用により、連続的に渋滞が頻発しており、解消のため4車線化事業が進行しているが、現在は、北大通り付近まで暫定に車線となっている。 AB 昭和41年群馬県国時第63号県道の路線認定昭和41年群馬県国時第66号県道の路線廃止。ありがとうございます。